久しぶりに弁当に梅干しのしそを細かく切って混ぜておにぎり作った。うわ美味しそう。それ絶対美味しいやろ。そういう系大好きだわ。お、ムーヒロさんありがとう。 HK さん、ピルクル、カノーさん、フラワーひなほちゃん、今日の服、今日はこれね、いただいたワンピースだよ。しんいちさん、おかきさん、ありがとう。堀さん、じゅんやさん、お、ひむろさん、今日もありがとう。ひむろきょうすけさん、白夜さん、あまつきさん、おひつりさん、キュインさん、ターコズさん、竹山メイツさん、ライさん、こんちゃ、高のりさん、アメマさん、ブレイブさん、イマデッチさん、海道線五郎さん、国彦さん、ありがとう。はちみつさん、ひでゆきさん、ありがとうございます。ひでゆきさんに、ローマ字のマサさんか、ありがとう、マサさん。ポセさん、ポセさんで合ってますか。ポセさんありがとう。ローマ字のハルさん、バッサさん、バッサさんいらっしゃい。白いほこり、あーそうそう、ロッピーさん、これね、そうなのよ、取らなきゃだね、このほこりたち。そう、私も何回も自分で気になってすみませんね、ちょっと画面外にちょっと退場させよう。これね、すぐつくんですよ、取っても取っても、なんかね、吸着しちゃうのかな、周りのほこりたちを。カタカナのタケさん、ロッピーさん、まーちゃん、カチピト、カチピトさん、カチピトさんありがとう。はじめましてかな。イナッチさん、ユウジさん、みひろさん、カリタン、ニコンニコンさんありがとう。ニコンニコンさん、トロケルさん、ナナシのゴンさん、マさん、大文字のテストさん、ありがとう。ユキーさん、プチ、ありがとうございます。ありがとう。サクラタイガーさんいらっしゃい、ありがとう。ワンピ全身見たい、ユッキーさん、ワンピいいよ。ジョジョン、でも私もう今寒くて下にさズボン履いちゃってるんですけど、こんな感じ。これすごい可愛いワンピースなのよ。立ってもこれ、あ、見えないね。こんな感じでリボンがついておるよ。なんかね、ところどころにあのこういうふちふちに色が違うなんかついてるんですよ。グレーっぽいのがアクセントなのよ。かわいいよね、めっちゃこのワンピース。よいしょ。ズボン、そうそう、もう長いズボン履いてる、体育さん寒くて。あ、待って、どこまで読んだっけ。おこげさんだ、オーバーザートップさん、太郎くん、ありがとうございます。暖色系のワンピ着てる私、ホッとする。嘘、ホッとする。意外とね、こんなね、オレンジとかね、明るいお花の柄とか思ってないからね、衣
これめっちゃ可愛くてね、すごい着させてもらってる。港区林さん、ありがとうございます。あ、天使のお熊いただいてる。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうありがとうです。センパパさん、ありがとう。フジモンさん、2シュートカウントありがとう、嬉しい。マダオさん、キンニャンさん、MM さん、クラシャーノブさん、ミチヒデさん、シュムコップさん、ノブーさん、ありがとうございます。大将さん、プチタ、お、お仕事ファイト、お疲れ様。今日あったかかったよね、大工さん。なんか今日、その昨日ね、なんか明日はあったかいよって聞いてたから、みんなから。そうなのかと思ってて、天気も良かったし今日。でもなんか帰りの夜がすごいね、風がやめちゃくちゃ強くてね、びっくりした。めっちゃ強かった風が。ローマ字のユータンさん、ようちゃん、ありがとう。春らしいでしょから。ネコップ、かわいい、ありがとう。ライさん、ありがとう、嬉しい。ワンピかわいい、ありがとう、嬉しい。お、そうなの、道秀さん、ありがとう。滝山の曲、お仕事の休憩時間に聴いてるようだって。嬉しいの。港区さん、かわいい、ありがとうございます。キラさん、プチ、ありがとう。昨日教えてもらったザックさんの、あ、あれか、あれだ、ダンスインザワールドとか。え、歌練するのすごいね、キラ。あれ難しそうだけど。港区さん、尊い、ありがとう、尊い。ゆさいためさん、かわいいワンピースですね、ありがとうございます。ありがとう。いや、ワンピースがかわいいのよ、これ。宮内さん、福神よしきさん、ありがとう。ゆっきーさん、結婚してありがとうございます。ブラッチセミ、ありがとう。ブラッチ、ありがとう。ワンピース、のいちさん、ありがとう。しんいち、カウントありがとう。あ、バイク旅どうだった？夜も朝も食べ過ぎた。だって、何食べたの？今でっちさん、ありがとう。カズアットマークさん、ありがとう。イズキュン、ひでますさん、ひろしさん、ひろくん、おかえり、お仕事から。ザッキーさん、ありがとう。コシさん、一ショートカウントありがとう。睡眠教さん、あ、そうなんだ、今日の桜ナイツの開会 M リーグ20戦だもんね。20戦って本当にあっという間ないよな、見よったら。クラッシャーノブさん、本当ワンピース。ガッチさんに、知らぬいさん、ありがとうございます。今日ガチで25度あって、パーカーだと汗ばんでた。だって、やっぱ25度あったんだ。昨日なんか25度あるって聞いてたから、今日めっちゃ暑いんだろうなって思って。まあでも暖かかったけど。え、ありがとう。お供候補買いに行ってたか。大津で渡してくれるのかい。ゆうじさん、カウントありがとう。ありがとう、ありがとう。さかぴーさん、ありがとうございます。 TikTok の質問コーナーコメントしました、ありがとう。そうだ、今質問コーナーで受付中です。ありがとう。おっきーさん、リボンがついてる服ってリボンをなくさないようにどう保管する？え、もうね、洗う時にね、なんか、なんだか、おしゃれ着用のなんか洗うモードでさ、で、ネットに入れて洗うから、ネットにね、このまま入れてるとね、まあ、全然なんかどっか行ったりもしないし。そうなのよ。あとね、そんななかなかね、毎回洗わないようにしてるからね。洗う時もだからなくならないです。港区さん、あ、ありがとう。緑のお熊、嬉しい。
した黄砂？黄砂？黄砂が降るんですか？やだー。いや明日、そうよ、明日ね、早朝から撮影なんですよ。だからもう外にはずっといると思う明日。トクトさん、ショコラさん、こんばんは、ありがとうございます。ヒロくん、プチありがとう、コメントも、TikTok。 コテツさん、コテツさん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。太郎くん、ピカ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 、ありがとう。ブラッチ、ピカピカ、ありがとうございます。ワンガンさん、いい天気だけど夜は風強いね、思った、今日めちゃくちゃ風強かった。ロボリンさん、アイさん、ありがとう。白熊さん、ビクポワーさん、ありがとう。え、ニコニコンさん、ありがとう。ひでゆきさん、フル、ありがとう。あなたを思いがいいな、彼方の恋は今、そういや聞こえばいいが。わ、ブルームーンさん、フル、ありがとう。ブルームーンさん、嬉しい。スランプくん、いらっしゃい。お、サトシさんもありがとう。今日は朝から仕事ハードでヘロヘロになりました。だって、あら、お疲れ様、お疲れ様。まみちゃん、プチありがとう。今日はドライチの日だから、ドライチ、ああれ、今日ドライチの日か。やっぱり美味しいねって言って食べてる今、まみちゃん。そうかそうか。え、ありがとう。あれ、あのカラオケのやつかな、ブラッチ、エゴイストさんの。え、ありがとう、嬉しい。フジモンさん、フルー、ありがとう。フジモンさん、デンイチさん、ありがとう。デン、デンイチさん、ミッコンさん、ありがとう。リンシャン解放さん、おー、 M リーグ終わった、もう。タイシくんさん、ありがとうございます。え、私の春らしいオーラで今日あったかかったの？そういうこと。そうなの？ひろゆきさん、あ、むなあかねひろしさん、今日もありがとう。ハムちゃん、フル、ありがとう。ハムちゃん、あいこさんの曲だって。あいこさんの曲。あー、テトラポッド登って、飛ばそう。ガッツさん、ありがとう。ケンスケ、フル、ありがとう。ケンスケ、嬉しい。今日はガッツポーズの日ですか。へえ、ひなおちゃん最近ガッツポーズしました。あ、私撮影でね、ガッツポーズしたよ。あのガッツポーズを撮るシーンがあってね、ガッツポーズしてきました。めっちゃ盛大なガッツポーズした。グッチフル、ありがとう。グッチ、今日は暑くて朝一から汗でびちゃびちゃになって帽子が汗臭かったです。え、そんな暑かった今日？それ大変だ。アントワーヌさん、ヤフカラホー、ヤフカラホーさんと。ヤフカラホーさん、ヨッピーさん、フル、ありがとう。今日もヨッピーさん、アメマさん、セミありがとう。ユッキーさんもセミありがとう。国彦さん、似合う、ありがとう。似合う。おー、ミコンさんも質問してくれたんだ、ありがとう。アマトーさん、セミありがとうございます。ローマ字ミルさん、ありがとう。きなこいさん、ありがとう。写真集、だらっとしたポーズ集が出版されて早4年が経ったよ。あれ？そんなに経ったか。早いな。あれは今も売ってるかな、だらっとした
カタログ集って。堀さんセミありがとう。セミ今日はセブンイレブンで桜餅売ってたから買って食べて。え、まだ売ってる？食べたいな。ケンスケリンボースター、ありがとう。ナギさんこんばんは。トトラさん、はフルありがとう、すごい。ローマ字のヨシさん、バラありがとう。あ、ね、虹色さん聞いたんだけどね、そのそうだ、状況日記のあの放送聞いたんだけどね、13日の夜っぽいらしい。まだね、告知をしてなんかできないのかな、してないのかなんですけど、13の夜中かな。梶山さんありがとう。梶山さん、秀幸さん、音符ありがとうございます。トトラさん、ハートありがとうございます。ロッピーさん何住みたい、木梨さんの、木梨さんの変身姿。とろけるさん、セミありがとう。セミ、明日は曇り、夕方雨かも。え、まあ、夕方はまだいいかも。あ、でも帰りがな、帰りが雨なの嫌だな。ありがとうね、今日も。ローマ字のマサさん、ハートありがとうございます。ミキオさん、バラありがとう。成玉、ま、サイリウムありがとう。そうなの、コロボパジャマも毎回洗ってないか。毎回洗うとこう伸びたりよれって しやすいから、ワンピースは。手洗いだとそうでもないと思うんだけどね。マッコイさん、ナオピーさん、ありがとう。ゴンちゃん、ありがとう、ゴンちゃん。なに、イキラカウントありがとう。リアリティにビオラ演奏者が現れました。ビオラは人の声に近いようです。え、何？なんか新しいイベントやってるのかな。ブラッチフルありがとう。楽しみです。ありがとう。ドリタマサイリウムありがとうね。黒拓也さんありがとう。あ、港区さん、ミラボー、あ、さっきいただいてたな、ミラボー、ありがとうございます、嬉しい。しんいちフルありがとう。しんいち、夜はカニ、焼肉、寿司、デザートなど。え、めっちゃ豪華じゃんいいな。カニ食べたの？一日にカニと焼肉って同時に食べれるの？すごいじゃん。まみちゃんフルありがとう。まみちゃん、ありがとう。こちらこそ、こちらこそです。いつも優しいコメントありがとうございます。ローマ字のマサさん、フルありがとう。パンクロック、パンクロッカーになりたくてググってみたウィキペディア、だけど壊したいものもあんまなくて困ってしまった。ぽい、ありがとう。若井さん、三等賞さん、えのさんさん、ありがとう。えのさんさん、ピカピカありがとう。岡村さんに、ひまわりさん、こんばんは。ピルクルフル、ありがとう。ピルクル、嬉しい。今日もおさるさん、いらっしゃい、ありがとう。あ、そう、ロッピーさん、それもさっき書いてくれてた。ガッツ石松さんが
こうやってしたからガッツポーズになったんだよね。すごいね。お、お猿さんありがとうございます。こんばんは。まさまささんこんばんは、ありがとう。すけさん、かくさん、おやすみ、ありがとう。今日もようちゃんカウントありがとう。今日は武田鉄矢さん誕生日。へえ、わいは金八先生世代。おひなが見てた学園ドラマは、おひなは学園アニメ派。学園ドラマ、花より団子とか学園ドラマよね。アニメだとね、学園系はなんかいろいろ見たけど、なんかね、昔学園アリスみたいな漫画にハマってたんだよね。ちょっと待って、合ってるかな。学園アリス。よしぼうさんありがとう。けいとくさん、さとちゃんありがとうございます。え、何、きなこいさん何がゲットできるのそれ。カウントありがとう。ケイトクさんいらっしゃい。ムラピーさんフルありがとう。ムラピーさん嬉しい。今日もヒロくんお疲れ様。ホワイト。おそらちゃんありがとう。かんちゃんフルありがとう。かんちゃん今日もありがとうございます。太郎くんプチありがとう。太郎くん、筋トレ久々にして筋肉痛バリバリで痛いっす。だってね、キツさん。あら、筋トレしに行ってたの。いや、家でしたのか。そうなのよ、あの筋トレ、私もその筋トレ生活みたいなのをずっと続けてた時があって、今はねしてないんだけど、それやってた時もね、なんか毎回違うなんかメニューというか、その動画とかで見て違う部位とかやってたから、なんか毎日筋肉痛になってた時があったな。港区さんレインボースター10個もありがとうございます。めっちゃいただいてる。若井さんプチありがとう。今夜は豚ロース最強味噌漬け焼きだって。めっちゃ美味しそう。いいな。月の人さんありがとう。ジャンさん、香織さんのルームよりカウントだ。ありがとう。リラックマフルありがとうございます。明日朝から36時間労働。え、それはそれはやばくない？大丈夫なの？お仕事そのお仕事大丈夫？リラックマン、36時間ってありえる？え、そうなの。はよう寝よ。ありがとう来てくれて。なんか疲れた時には私のこの顔思い浮かべて。頑張ってね。36時間だって。お、日曜の情報見ました。あ、コーギーさんありがとうございます。え、もしや来てくれるのかい。いや、86さん交差らしいですね。なんでなんだ本当に。おひつりさんハートありがとう。あ、ノースフォックスファイヤーさんだ。今日も来てくれてる。太郎くん拍手ありがとう。ドナルドさん2シュートカウントありがとう。めぐみさんいらっしゃい。ローマ字の
矢吹さんに魔法の歌のアドバイスとかしていただいたのかよ。まあでもね、大体そのレコーディングとかの時はいらっしゃるから、その歌った曲歌った曲でなんかもっとこうしてとか、もっとこうしたらっていうのは言ってくださって、それでもう一回撮ったりとかはしてる。ライダーさん、花束ありがとう。ユッキーさん、フルありがとう。ユッキーさん、テルの歌、心を何に例えよう、鷹のようなこの心、心を何に例えよう。お、ありがとう。ライダーさん、ありがとう。バイキングか、しんいち。おー、それはいっぱい食べなきゃだね。いいね。待って、D ダッシュさん、はじめまして。来てくれてありがとうございます。D ダッシュさん。ひなわさんも何かみんなが真似するポーズを編み出したら、ひなポーズって呼ばれるようになる？え？そうなのかな？なんかないかな？私の。なんかやってるポーズなかったっけ。ブンブンさん、なべちゃん、ありがとう。ブラッチ、ラブレター、ありがとう。ケンケンさん、まさみうらさん、ありがとう。今日もありがとう。カノーさん、だるまれんじゃこて、ありがとう。ソメイチロウさん、ひらがなのゆうくんさん、ありがとう。はじめまして、来てくれてありがとうございます。ゆうすけさん、ありがとう。懐かしい、たいじくん。F4 あったな。F4 や F4。花より団子もね、すっごいなんか、あの、当時すごい好きだったからさ、もう一回見たいとかって思ってたんだけどな。めっちゃ長いやん、花より団子って。あー、だらっとしたポーズ集だった。そうだった、きなこいさん。ほいで。でも売ってるところもあるって書いてくれてたね、今。ドアムーさん、ありがとう。カイポンさん、フル、ありがとう、カイポンさん。嬉しい。ミーパパさん、バラに小判、ありがとう。オリバちゃん、ツナマコトさん、ありがとうございます。いつも元気なタケちゃんですが、体力の限界を感じた時がある。内緒で教えて。内緒でどうやって教えたらいいんだ。ある。みーパパさん、ありがとう。ありがとう、みーパパさん。あ、はやてさん、レインボースター、ありがとうございます。おー、みーパパさん、フルだわ。ありがとうございます。嬉しい、フル、ありがとう。お猿さん、セミ、ありがとう。お猿さん、久しぶりにハンバーグ作ったところ、塩コショウが強すぎました。えらい。いや、そう、作るのがえらいよ、お猿さん。味濃いの私好きだから食べようか。堀さん、フル、ありがとう。堀さん、購入した望遠レンズをお試し、今までスマホだと撮れなかったプロ野球の試合中の写真が撮れて満足です。うわー、すごい、すごいの撮れそう。あ、そうなんだ。あの、届いた？なんか頼んでたいって言ってたもんね、堀さん。鳥ちゃんさん、ありがとう。虹色さん、フル、ありがとうございます。イオベンでドライフラワー歌ってみた。え？え？え、難しい。多分うちじゃなくていいやん。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、
ごめんよ。なんかちょいちょいなんか方言入れれるとこはあるな。日曜日何があるの？日曜日はあのマリエル大津というあの結婚式場でミニライブとトークショーをさせてもらえることになって、入場無料なのでぜひ港区さん、愛媛なんですけど。ポップマスターさんフルありがとう、今日もありがとう。甘党さんフルありがとう、今日も。ガッツポーズの日に人類最強と称される可愛いひなガッツポーズ、え？よし。ガッツポーズ。大文字のテストさんフルありがとう、フル今日もいつもありがとうございます。虹色さんハートありがとう。ワンガンさんセミありがとう。ワンガンさん M リーグまだ始まって夜も忙しい、あねまた始まってって、そうだよ。えでも楽しいじゃん。多分セミファイナルすぐ終わっちゃうよこれ、20戦しかないから。睡眠教さん2週ありがとう。2週今風がものすごく吹いてて部屋が揺れた。えでもそれレベル並みに風吹いてるよね。気をつけて、睡眠教さん。みーぱぱさんハートのライフありがとう。堀さん大空に羽ばたけだ、嬉しい、ありがとう。虹色さん流れ星にライダーさん音符ありがとう。ネコプーフルだ、ありがとう。ネコプー嬉しい。あ、ワンガンさん太鼓の奥もありがとうございます。ワンガンさんありがとう、キョピありがとう、嬉しい。さっちゃんさんローマ字のおさむさんありがとう。11時、あれ、あ、本当だ。明日東京でも黄砂と PM2.5 多くて強風だから外出しちゃダメなりよ。もう明日は朝から外出だよ、コロボ。もう嫌だ。え、なんかしていくべき？私、サングラスみたいなしていくべき？おやすみ。ありがとう。じゅんやさんフル。ありがとう、じゅんやさん。今日も。虹色さん、あのひよこのイースターありがとう、嬉しい。あおちゃんさん、あーイースターありがとう。竹山メイツさんフルありがとう、今日も。あ、リンシャン解放やったね。あのリンシャン解放ひなほーってやってただやってただ大工さん決めポーズはひなパンチ、確かに。でもちょっとパクリじゃない？アンパンマンのひなパンチは。ショールーム使い方勉強中です。あ、本当ですか。最近あのダウンロードされたのかな。 D ダッシュさん、ハマコさんありがとう。まあ昨日のおぐりしゅん懐かしいね。おー昨日ね、おばたのお兄さんがあのまた流行ってたよね、まあ昨日って。あれ、ネコップそうなんだ、きなこいさんに激推しされて購入してくれたんだ。タラッとしたやつ。底辺さんレインボースターありがとう。やっくんフローありがとう。やっくん今日もありがとう。みひろさんフルありがとう。みひろさん、わーい。やっくんだるまレンジャーコティありがとうございます。みぱぱさんありがとう、嬉しい。若いさんセミありがとう。セミ嬉しい。バーボンコークハイが効いてます、飲んどるやん。めっちゃ飲んどるやん。若井さん、バーボンコーク杯ってなんだっけ、バーボンってなんだっけ。のりたまさん、道地マムテキさんありがとう。
学園ドラマは GTO を見てて、なんかでもそれさ、アニメかドラマか忘れたけど、どっちかになんか最、まあここ何年か前でなったよね。それはなんか知ってるぞ。見たことないんだよな。のりたまさん、プチありがとう。にじいろさん、音符ありがとう。トトラさん、ピカ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 ありがとう。みーぱぱさん、ピンクのひよこありがとう。ドローンさん、いらっしゃい。ドローンさん、ありがとう。にじいろさん、いいね、嬉しい、いいね。底辺さん、2シュートカウントありがとうございます。蚊が出現、ひなほちゃんは刺されるタイプ。そう、あの大人数でいたらかなりこう刺されるタイプなんだっけ。あの大型が一番刺されやすいんだよね、蚊に。大型、うん、そうそうそう、本当にね、あの本当に知らないうちにね、外とか歩いてたら、山とか行ったらやばいよね、本当に。普通にスプレーしててもね、全然刺される私。おお、堀さん、ぜひ。良いな、新しいカメラ。あ、新しいカメラか。うん。うわ、しょんぼりだ、ローマ字のマサさん。そうなんよね。その、あ、そう、Bluetooth イヤホンってあれやろ？あの、片っぽずつのやつやろ、ね、めっちゃショックよね。そうなんです。愛媛なんですよ。日曜日は。ノースフォックスファイヤーさん、ありがとう。ようちゃん、フル、ありがとうございます。ルートスフィア？今さら気づいたけど、地図は後になくしてしまってたみたいだ。言われるがまま書き写した、正しいとされるレール。はい、懐かしい。天藤さん、堀さん、かわいい、ありがとう。ようちゃん、結婚してありがとうございます。ゴールデンウィークに愛媛に帰省します。おえー、マジ。みっこんさんは、そうなんよ、イベントやりたいんですけどね。そうなの、ツアーがね、もうちょっと後とかになりそうだよね、もし、あの、その日付的にもまだわからない。みっこんさん、そっか。かのうさん、奥様、フル、ありがとうございます。こい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 、ダルマレンジャーと。いや、今期のアニメ見てないよ、まだ。なんか逆にその前期のアニメをもう一回じゃない、その見れてないとこ見てたりとかしてしてる。まだね、あの一個も見てない。あ、おお、これじゃなくて、ちょっと待ってね、パソコンに電力供給するからね。え、福ちゃん入れるさ、入れるさ、入場無料、ぜひぜひ。若井さん、カウントありがとう。安ぽっちんさんだ。カタカナ藤舞さん、ありがとう。アストロミューさん、ありがとう、来てくれて。あら、ローマ字のマスさん、イヤホンポチっていただいてありがとう。なんかスパイスの香りするなと思ったら、手のひらにナツメグ。なんでよ。なんで手のひらにナツメグあるんよ。あ、そっか、あのハンバーグ作ってたんか。そうか。ブレイブさん、フル、ありがとうございます。あー、なんだっけ、花より団子の、そう、え、待って、その曲どうなんだったっけ。嵐のワンラブ、なんだっけ。チョコさん、
いらっしゃい。サカピーさんお風呂ありがとう。サカピーさん今日も、え、そうなの、ありがとう。おかきさんが美味しいものを食べた時レインボーをこっそりしてます。あ、これ、このレインボーこれ、こしさん2週ありがとう。たくさんロンロンでまた親番で国士無双積もられ、トップから最下位へ、ドントマインド。こいさん、なかなかね、国士はね、転敗してるなっていう時の見分けがね難しいからね。いっぱいいらない牌出てくるからね、一九時牌でも。ローマ字のナナさん、あおちゃんさんありがとうございます。お菓子の畑田さんのドライチ発売が、あ、そうです、で、あのね、毎年かな、期間限定なんですよ、あおちゃんさんドライチ。そうなのです。その以降は売ってないのかな、完全に。どうだろう。おひつりさん、ラブレタありがとう。あ、ローマ字のマサさん、バラだありがとう。ノムさん、マンボウさんありがとう。ようちゃんありがとう。三等賞さん、フルありがとうございます。三等賞さん、若いさん、あ、花束10個もファサーありがとう。めっちゃくれてる。若いさん、レインボースターありがとうございます。港区さん、あら、太鼓の奥間までありがとうございます。ありがとう、太鼓の奥間。お、慎太郎さん、おめでとう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 慎太郎さん。Happy birthday to you. おめでとう、慎太郎さん。もうちょっとで今日が終わっちゃうよ。 Y さんいらっしゃい。あら、ミラボ、ミラボーありがとう。誰だろう、若いさん、緑のおくまありがとう。あ、むながねさん、レインボースター。ようちゃん、音符。あ、みなとくさん、ミラボだありがとう。さっきのミラボだありがとうございます。え、そうなの、さとしさん、自分大型だけど全然蚊に噛まれないだって。え、なんか大人になってもう一回血液検査しに行ったら血液型が違ってたみたいなことがなんかあるらしいんですけど、本当？なんか子供の頃はなんか A 型だって聞かされてたけど実は O 型だったみたいな。なんかね、それをね、ツイッターかなんかで見たんだよね。なんか私 A 型のはずだったのに O 型だったみたいなそんなことあるんやと思って。あっこさん、こんばんは、ありがとう。お、マサさんありがとう。マサさん、お供はリプトンのアールグレイティーラテ。え、美味しそう。あれかな、ミルクティーのやつかな。リュウさん、フルありがとう。リュウさん、アレルギー診断の結果が届いて無事に昆虫アレルギーでした。え、
あ、うまい言ってたやつだ。昆虫アレルギー、 G アレルギー含むって。え、それ触ったらダメなやつなんですかね。リュウさん、日暮さん、いらっしゃい。リュウさん応援してる、ありがとう。ひなおちゃんがいい匂いで顔を呼び寄せてる説そういうこと。なんかいい匂いでで思い出したけどさ、竹山の元メンバーのほのぴ、ドラムのほのぴがさ、あのライブのね日に、あの多分香水かなんかをつけてて、で、あの森の中でライブしたんだよね一回。まあ、もう森の中というか四国中央市の中にある愛媛の、あの野外ステージだったんですけど、それでね森の中だからね、あの虫がねいっぱいいて、でライブ中にね蜂がね、そのほのぴの周りにこう回り出してね、あの多分ね甘い匂いに寄ってくるのかな蜂が。めっちゃずっと蜂飛んでて、それでもね演奏してたかっこよかったよ。それ今思い出したわ。めっちゃねほんとずっと蜂飛んでたんですよ。ハチーってなってたんだけど、最後は。足の裏をきれいにすると蚊に刺されなくなる。あ、ねえ、らしいね。なんかそれ言われたんだけど、私なんかよく蚊に刺される人は足を洗ってないんだよって言われてさ、いや足洗ってるよ毎日足洗うとなんか蚊に刺されなくなるんだって。睡眠教さん、フルありがとう。 M リーグは、あれ本当、じゃあまだ M リーグ終わってないか。2戦目、スナイデルさん、素晴らしいお名前で流れ星ありがとうございます。お、グッチョンさん、はじめまして。グッチョンさん、ミッツーさん、いらっしゃい、ありがとうございます。あ、そっか、金八先生も長いのか、から世代がまたそこで分かれるのか。ようちゃん、迷彩っぽい、86さん、この柄。あ、そうだそうだ、100年先も愛を誓うよ、君は僕のすべてさ、だ。懐かしい懐かしい。にゃんこ先生さん、はじめまして、来てくれてありがとうございます。にゃんこ先生さん、お嬢さん、お嬢さんさん、レインボースターありがとうございます。素敵なお名前。ローマ字のユータさん、いらっしゃい。アントワヌさん、フル、今日もありがとう。ありがとうございます。ストリートくん、ニオさん、ありがとうございます。あ、ダイクさん、カウントとフル、ありがとう、嬉しい。そろそろ頭、あ、本当だね、早いことに。みんな遅いのに今日も来てくれてありがとうございます。あ、今日はいつも通りか、来てくれてありがとう。昨日新しく TikTok 投稿もしてるので、よかったら見に行ってくれたら嬉しいです。告知などは Twitter に、あの全部 Twitter に告知してるので、よかったら Twitter フォローしてください。あとツアーのね、全国あのツアーが決まりまして、ライブのもうちょっとで告知できると思います。ぜひそちらも会いに来てくれたら嬉しいです。ちょっと場所や時間などはもう少しで告知があると思います。さとしさん、プチありがとう。え、そうなんだ、ポップマスターさん今日も寝る前に 見よう。まことさん、タコありがとう。タコ
スナイデルさん、レインボースターありがとう。あ、ミナトクさん、ミラボー、あ、さっきのミラボーもそうだし、このミラボーもありがとう。ありがとう、ありがとう。ハラメタルフル、ありがとうございます。のりさんは最初の方がいいって。あ、そうそう、それ言われてたんですよね。なんかね、それはね、聞いたんですよ。ハラメタル。そうなのよ。確かにそのね、自分もその2つ聞き比べた時に、そうなのよ。でもどっちがいいかなって思ってたんだけど、木梨さんは最初の方がいいって。ライダーさん、かわいい、ありがとう。ストリートくん、レインボースター、ありがとう。アキエモンさん、フロー、ありがとう。今日も8月の幽霊。かけろを追いかけて走った、セミしぐれにつまずいて転んだ。ありがとう。え、2階の物干しが飛んでた。え、場外に行ったってこと。大丈夫かいそれ。のんちさん、ありがとう。あら、ミラボまたいただいたわ。太郎くん、イースター、ありがとう。おかむさん、フル、ありがとう。おかむさん、ガッツガッツ。ファイン、サンキューさん、ありがとう。俺は大型だったはずなのに。大型だったんかい。あの、遺伝するから、なんだっけ、O と A で B は生まれないとかあるよね。なんだっけ、ちょっと覚えてないけど。小説家さん、ハミングさん、ありがとう。お、太郎くん、おやすみ、ありがとう。今日も私、今日花柄だよ。お花柄。れっちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。いや、かっこいいよね、ほんと。お、さとしさん、飛んでたよね、蜂が。そうなの、そうなの。いや、そうよ。あの、だからね、もうみんな森に行くときはね、匂いのついた、まあ、なんかものは紙とかもつけない方がいいと思う。嘘、お猿さん、ひなおさんと握手させていただいたとき、ものすごいいい香りがしました。ありがとう。何つけてたんだろう。嬉しい。私、結構匂い系が好きでね、なんか今日はこの香りとか、あ、香水もつけない日もあるけど、ハンドクリームとかは絶対つけてるんだよね。今日もね、ハンドクリームですけど、匂いが好きなの。その日になんか、その日その日で帰れるのいいよね。ワンガンさん、セミ、ありがとうございます。蚊によく刺されるので、今から足多く洗います。え、本当に、ワンガンさん、ちょっと今年の夏は足2倍洗おう、私も。ほ、なるほどね。除菌をすればいいわけ。私、じゃあ足の裏にめっちゃ菌がいるってこと。やめて、やめて、そういうこと。バリンチュさん、セミ、ありがとう。伊藤さん、こんばんは、ありがとう。本当、広く花柄に見える。お、ユッキーさんも蚊に刺されます。一緒一緒。マサさん、プチ、ありがとう。お疲れ様、今日も。あ、本日も42名様のフル、あらは、めっちゃしてくれとる、ありがとうございます。のりたま、告知ありがとう。ありがとうね、のりたまも告知してくれて、これめっちゃ。みなとくさん、あ、ミラボまたくれてる。ありがとうございます。こえぽんさん、
サイリウムに秀幸さん、あれ、あ、うん、秀幸さんとミーパパさん音符だ。アッコンさん、レインボースターくれてる、ありがとう。野良犬さんいらっしゃい。え、若井さんフルしてくれたの、ありがとう、ありがとう。北のマー君かな、かわいい、ありがとう。そうそう、ようちゃん、これカーディガンを外はね着ていってた、外に上は着ていってました。あ、そうそう、黒い服も狙われるんだってね、蜂に。私も大型です。なんか大型気質って言われるんだけど、ひなほもそう言われる。え、言われる。血液型はよく当てられます、大型って。当てられる方、みんなどうですか、血液型当てられる、え、大型やろって。そんな会話にならんか、なんかたまになるやん、何型みたいな、君何型ってなる時あるよね。でも私もね、大体ね、なんか当てれるというか、なんか当たるよね、なんかぽいなっていうのがあることない、あ、この方 A 型っぽいなとか、 O 型っぽい、 A 型っぽいとか勝手に思ってるんだけど。みっぱさん、似合うに、かわいい、ありがとう。それで寄ってこないのも嫌だわ、港区さん。足が臭すぎれば大丈夫よ。そんなんで寄ってこなくなるくらいなら寄ってきてくれた方がいいかも。プラッチイースター、ありがとう。いやー、無比はいるよね、夏は。うなうな。あら、チワキングさん、今日も飲んでいるのかい。お母様が目の前を通った時も素敵な香りがした。何かいどんねん、猫ぶが。面白。ロボリンさん、プチ、ありがとう。ローマ字のマサさん、ハートありがとう。え、お猿さんは A なのか。え、 A か、 A なのね、いいね、 A。 大型にしか見えないだって、はやてさん。麻雀してる時に意識してること、自分が押しすぎてないか引きすぎてないかを常に意識してる。最近、リンシャンさん。カメさん、こんばんは、ありがとう。あ、追いついた？カメさん、ありがとう、ひらがなの。ハルポンは何型か見ててわかるね。ハルポンさ、あ、ちょっとさ、ハルポン、あ、でもみんな知ってるか、何型か。ハルポンは絶対大型だと思った。で、大型だった、ハルポン。そうね、本当にね、大型って知る前に大型やないってね言ったんよね、めっちゃ最初の方に。でもさ、 AB の人って当てにくいよね。まあ、まず AB がさ、その数的に珍しいから、その選択肢に入らない時があるけど、 AB 当てにくいよね。よし、じゃあちょっとお供タイムに行こうと思います。はい、今日のお供、これいただいたお供なんですけど、どういうことということで、どどん、シナノのハサイダーです。何これ、ハサイダーって何、何がハサイダーなの。黒部ダム建設時、大町トンネル工事の際に
ぶつかった長さ80メートルに及ぶ破玉帯。北アルプスの地下に位置するその破玉帯から湧き出す摂氏4度の冷たい天然水から作ったサイダー。なんかぶつかったなんか岩かなんかのサイダーってこと？え？うん？そういうこと？ハサイダーって美味しそうだね。これなんか希少っぽいね。希少なサイダーなのかな。ハサイか、ハサイだね。そうそうそう、ハサイ、ハサイ帯、ハサイ帯、ハサイ帯。え、なんかあのヒノキみたいな匂いする。すごヒノキっぽい。あ、小説家さん2週ありがとう。ではこれもこのいただいたコップ、なんだっけ、江戸切子、江戸切子コップガラスいただきたいと思います。お泊まり方乾杯。美味しい。なんか味はめっちゃ普通にサイダーだな。あのお水がなんかお水がめっちゃすっきりしてるのか、すごい滑らか。美味しい。炭酸結構強めです。結構甘め、そして甘いサイダーって感じ。美味しい。こんな珍しいサイダーをありがとうございます。これいただきました。天然水サイダー。あ、通販で買える、これ。お、まーちゃん古田ありがとう。まーちゃん、ナルト孫田林だよ。よし、ではちょっとめっちゃ過ぎてしもうたのでランキング読みして終わりたいと思います。いや、おしゃんなコップって、これめちゃくちゃ良いコップですよ。本当にありがとう。まーちゃんだるまありがとう。いい声ありがとう。めっちゃおしゃれな BGM になっちゃった。このままじゃランキング見させてもらおう。10歳、おひつりさん、ありがとう。おひつりさん、たくさんありがとうございます。12位、のりたんま、ありがとう、のりたんま。たくさんありがとうございます。そして11位、トトラさん、ありがとう、トトラさん。今日もありがとう。10位、ひでゆきさん、ありがとう、ひでゆきさん。今日もありがとうね。9位、ブラッチ、ありがとう、ブラッチ、嬉しい。男
情ありがとうございます。8位、みーぱぱさん、ありがとう。みーぱぱさん、やった、ありがとうね。ラッキーセブン、こえぽんさん、7位、ありがとう。明日はいい日になるぞい。6位、ローマ字のまささん、ありがとう。遅くまでありがとう、今日もお疲れ様。そして5位、お、にじいろさん、ありがとう。にじいろさん、嬉しい、今日もありがとうございます。ありがとう。そして4位、堀さん、堀さん、ありがとう。壇上ありがとうございます。そして3位、ワンガンさん、ありがとう。ワンガンボーイさん、3位です。たくさんありがとう。そして2位、若いさん、ありがとう。嬉しい、2位です、今日もありがとう。そして今日の第1位、港区林さん、あー、ありがとうございます。1位、たくさんいただきありがとうございます。2472名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローして、また会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。よし、ではちょっとこのままリクエストタイムをして歌って終わります。リクエストタイム、よーい、スタート。君がくれた夏ね、デパーチャーズ。初めてのチュ、ちょっと待ってね、一回終わったからこっちに変えよう。お、とろけるさん、フル、ありがとう。嬉しい、フル。踊り子、最後の雨か、オラ東京さ行くだ。君の知らない物語、青函飛行ね、糸、ザ・ローズ、メラ、カブトムシいいね、ウフフフ、大声ダイヤモンド、赤いスイートピー、スナイデルさん、フォローありがとうございます。嬉しい、ありがとう。祝福、キスハグいいね、マイラバ、白いカイト、マイハートウィルゴーオン、あ、それ何だっけ、あの夢をなぞって、明日春が来たら、おお、大工さん、ありがとう。4週、赤いセイタピー、花の音、さよならの夏はね、昨日歌っちゃったんだ。夢見る少女じゃいられない、ヨコポンさん、いらっしゃい。フジモンさん、4週ありがとう。あの夢をなぞって、よし、決めよう。
これにするか。よし、お待たせ。今日は春ということもあり、松田聖子さんの赤いスイートピーでした。お、くらさん、みなとっくさんはありがとうございます。ミラボーをいただいていたのだ。みなとっくさん、たくさんミラボーありがとうございます。あとね、虹もいただいてたんだよな。お、みなとっくさんだ。レインボーありがとうございます。クラさん、拍手ありがとう。ライダーさん、トトラさん、アメドトクさん、天使の奥間もありがとうございます。ポタポタ、トトラさん、ひでゆきさん、まことさん、堀さん、ありがとう。ひでゆきさんもたくさん、ユッキーさんも、にじいろさんもありがとう。ではでは、今日も遅くまでありがとうでした。おやすみー。5、4、3、2、1。
明日ね。おやすみ、おやすみ。